はい、よろしくお願いします。超人気ランダム城、神シビア常連のね、常連の方が非常に多い。間もなく占い師ださい一角だけはやめてほしい <laughs> 一角したら死んじゃうこれ、さやが占い師って僕結構ね、結構一角するんだよ。占い師の時。うわ、うわ一、一白。 占い師の時マジ一獲してさで2日目黒引いたりしてさね強人占いっていうのはあんまりしないんだけど黒引,き黒引きして自爆されて噛まれて最終日狼オカラスルで逃れるって結構パターンあるんだよねそんなに強くないレンガなしで占い師に一くって昨夜は誰も死にませんでした8番のプレイヤーは <laughs> 発言してください占い師 CO1 番3白1番3白です。非常に弱いと思ってる。この位置で占い師を引いてしまったことを悲しいなって思ってます。1番3白ね。えー、っと、正直進行論としましては、あの、僕、真なんですけど、対抗に出てほしいかなってふうに思っていて、1番3に白で、えっと、僕が、例えばね、まあ1番3彼とか狂人とか連盟とかで、ね、確定して噛まれた時って、割と勝率低いかなって考えてる。 カレドに関しては出てきてほしいし、まあ、ちょっとしっかりね、21番目、22番目とかになったらカレドに関しては出てきてほしいし、22番目でも出てきてほしい理由は、まあ、早めに黒を見つけたいかなっていうところは本心かな。申し訳ないけど噛まれていただきたいかなって。31だったら、しっかり3、えっと、2GJ 狙ってくださいって感じかな。ですかね。あとはよくわからないスライドとかやめてください。僕を1角させるスライドとかマジでやめてね。はい、以上。一白ね。9番。 のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます。しようはないです八番さんが一番さん白把握しました八番さんの印象は素直に良かったですね噛まない懸念もあってなんか対抗出てきてほしい平安村はだるいっていうのはすごい自分がしようはないしの引いた時に思うことだから思考が一緒だなって思ってマジ平安村と。すめてほしいわ <laughs> 1一強制だったらほん番さんがまあ、狩りとかまあ役でなんていうのかな 平和村狙って占い師をしてでなんかスライドで平和村になった場合でも一番さんの白っていうのが仮に役だったらめちゃくちゃ辛い場面になるんでやめてほしいっていうのはすごい八番さん新感情だなって思いましたかねはい以上です一番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます一番の木田と申しますよろしくお願いします八番さん占い師僕に白把握しました九番の八番に対する新要素の取り方は 9番さん主観視点で話した場合に、8番さんの要素を拾おうとしている一点のみを評価するんだったら、まあ、9番さん印象いいんじゃないと思ったけど、俺はそう思わなかったけど、9番さん自身で8番から要素を取ろうとした点は良かったんじゃないと思うかな。はい。まあ、占い師8番出てるけど、まあ、対抗で,できた場合に占いがどういうふうに出てるのか、振道なのか、新教なのか、占い3種だったら、振道路新教路で出てるのか、そういう説をして、俺はライン考察するかな。 あんまり俺単体生成のもライン考察の方が結構、あのー、強いと思ってるから、俺はライン考察しますね。はい。9、ま、番、あ、に関しては様子を広うとする一点のみで印象いいかなと思ってる。以上。2番。これ1強靭じゃな、ね、い発言してください。さいよろしくお願いします。<laughs> 謎の調子が悪いんで、聞こえづらかったら聞こえづらいって言ってください。頑張ります。えー、891はまだわかんないですね。9番さんは8の新感情が取れたって言うけど、 いや、なんかいっぱいやってる人だったら、なんか、用意したの言えそうだからなっていう感じで、別に、<laughs> 対抗出てきたんだったら、その人と比べて考えればいいんじゃないってぐらいで、まだなんとも思ってないですね。一番さんに関してはね、うんとね、村要素とかじゃなくてね、ちょっとだけね、あの信用できる人物かなと思った。なぜかっていうとね、なんか、自分の考察と違う人を、なんか、絶対役みたいな感じにする人がね、これはどうしても考えられなくてね。一番さんってその点では、 自分主観と9番3主観で考えて9番3主観で取ろうとしてる要素を取っなきゃうんたらこんたらっていう考え方が素敵だなって思いましたただ一切色は落ちておりません、はい、3番のプレイヤーは発言してください、うん、はいお願いします特に CO はありません、ね、まあ視点が一番近いのは2番3かなその確かに1番3ってその自分視点ではそんなに8番3って新要素を拾えてないけど9番3視点で立った時にその8番3 の新要素を拾ってる視点っていうのはすごいいいっていうふうに言ってたのって、結構俺もそれに関しては同感できてたから、結構まあ視点が似てるんだよね。で、8番さんがまあ対抗出てきてほしいっていうふうに言ってて、俺誰かはこれ対抗出てきてほしいって言ってるからこいつ人外だみたいな精査するやついるのかなっていうふうに思ってたんだけど、俺はそんなこと思ってないけどね。でもそういったことを今のところ912としてないから、 あそういった精査する人はこの村にはいないのかなーって思ってます。あの、そういったことを言う人、僕、不当な殴りだって思うんで、あんまりしてほしくないなって思ってます。はい、4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。うーんと、しまあんまり最悪。あーどうなんだろう。 わかんないない今のとこ別にそんなに <laughs> そんなにだったな9が8が新っぽいっていうのも別によくわかんない普通にすり寄りとかもあるんじゃないのとか思っちゃうしなんだろうねなんかあんまり意思硬が合う人がいねえなっていう感じかな3なんだろうその8を偽で見る人がいないといい よかったったていううのが何だろう3、8とかもあるんかなとかちょっと思っちゃったけどね。なんかこの後その8を偽で見にくくさせてるような発言にちょっと聞こえたかな。3は。っていうぐらい。まあほんと色は落ちてない以上です。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、5番です。霊能者でした。霊能者。 まあ8番さんが一っぱなで占い師ってことなんで、まあ、潜伏したら8番さんの考察が伸びないかなと思ったんで出ました。はい、例の者です。まあ、6番さん、7番さんってどう出るかわかんないですが、えー、と8番さんはそうですね、まあ、まあ、一番最初の占い師弱いなっていう気持ちはわかりますね、はい。ただそれだけですね。真かどうかはまだわからないです。はい。で、9番さん、まあ正直9番さんは2周目かなってとこですね、そんなに色はつけられなかったかなってとこです。 1>, で1番さんは片代ですが、うーんまあ、別に八幡さんが偽だとして、ね、八幡さんが偽だとして囲われてる感情はなかったかなっていうところです、ねはい、で2番さん、3番さん、まあ、2番さん、3番さんは、ん3番さんの方がなんがちょっと違和感はあったな、さっき4番さんも言ってたけど、ちょっと言いたいことあったんだけど、ごめん、ちょっと時間がないわ。ちょっと4番さんの意見は、ね、3番さんのところはあってたかなってところです。以上。 6番、うんね、のプレイヤーは、ちょっとよくわかりまはい。よろしくお願いします。まあ、3番さんに言っとくとね、いるよ。ここにいるよ。8番さん、怪しんでる人。8番さんってだってさ、この場面弱えなっつって、対抗出てきてくれっつってて、それを白く見る視点ってよくわかんないなと思ってるけど。だから9番さんについてもわかんないし、何より1番さんがその9番さんを白いって言ったのが全くわかんない。うん。1番さんって結構今日はあるんじゃないかな。8も 白いいっていう目線でしょう。対抗で出てきたときに、その対抗に裏占われたいっていう強靭線結構高くないかと思ってるけどね。2番さんについては、俺、ムラだと思ってますね。素敵っていう言葉を使ってたよね。これ、真面目に言ってるんだけど、そういう言葉のチョイスってあんまりしないんじゃないかなって思うんだよ、ローが。だから2番さんは結構ムラ目なのかな。考察の内容も普通だった。良かったと思ってます。3番さんについては、どうだろうね。3、4は分かんない。特に4番さん、ふわふわしてた印象がありますね。以上。 7番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、礼能です。7番、礼能です。<laughs> 8番さんにこは、マジでさー、その位置で対抗出てほしかったんなら、<ほ>あの潜伏すればええなってい。このポジで弱いのよね。8番さんがもう、芯確定してるんで、はい、次からその位置でなんか対抗出てほしいんだったら、潜伏したらいいなと、今、まあ、思いました。つまらない。えっと、そうっすね。<laughs> 最高、まあ、については今のところあんまり興味がないつったら色が分かるから。しかも一強靭あると思ってるから。9番さんに関してあんま興味ないかなって感じですね。9番さんに関してはまあ、ほんまに2周目って感じですね。1番さんの、確か、まあ、ほぼノックになってしまうけど、1番さんのこう9番さん視点の、えー、他視点に立って、その。 えーなんていうんですかね、その考察する考察の仕方が良くて、その2番さんが、その1の視点の見方がいいねっていうのは、いいねって感じですね。きちーこれ、強打な新郎いるだろうな、まあ、言うて。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、役でよかじゃ。だから、弱いしさ、3回ね。だから、弱いじゃん。2周目の最後でさ、精査できるいといいけど。 あーしますかえー、っと分からないですね正直近くしててえー、っと例のに、えー、57 0例の出てきていてまあ57言うても進路かなと思ってはいますね57進路かなと思ってて正直何か一番強人っぽいなうんーいや分かんないなまだ分からんなちょっと運がなさそうえー、っとね精査が無理なんですよねなんでかっていうと4番までとりあえずまあ57に進路がいたとしても474までは絶対潜伏を決め込んでいてまあ ちょっと4番が8番に対して、うーん、どうなのかなーって発言があったから、正直一番落としたい。なんか4番って占い割れ位置に来ようか、来ようとしてたような印象があった。4と6かな。それは4と6。僕の占い位置に入ろうとしてたのは4と6かなと思ってて、落としておきたいのは、ま、4、もしくは、えー、8番を怪しい。ここはちょっと露骨かな。露骨すぎるかな。6番一番露骨だったかな。アピ、アピーがね。占われ、アピーが。 4か6を落としたいと考えている。うん、3番さんどっちがいいかな。僕は4か6を落としたくて。えー、っと、57の精査についても、正直できないよね。7番さんでも5番さんでもポジション的には全然狼でれの出る位置だから、僕が言いたいのは4か6をどっちかが、どっちかが落としたくて、えー、っと、占い位置は2か9にしようかなというふうに考えている。3番さんは僕超えでいい。 7号精査はまあ頑張るとりあえず僕の発言1周目の話聞いた感じだと46どっちかを落としたい57はまあ最終日もしくは決め打ちの時に村目線頑張ってほしいです2か9占おうかな以上9番のプレイヤーは発言してくださいださい,いやー申し訳ないですねなんか自分が8番さんの印象はめっちゃい,いって言ってしまったからヘアブラインになっ,てしまった可能性があると思ってますすいませんでしたそれに関しては まあ、57に関しては分かんないんですけど、7番さんは完全に新位置かなって思いましたね。7番さんが強人であれば結構理的行為ですね。7番さんが強人でそこで使用するって。もう平野村確定する場面で、7番さんが強人だったら占い力も外れ、まあ、グレーリーの進行になったら釣り力も外れるんで。 まあ7番さんはかか狼かなって思ってて思ますかねあ3かりだ46でいいと思いますよ、自分も。4番さんに関しては、9番がなんかすり寄りに見えたって言っただけど、すり寄りってことは、8番さんの芯が透けてるのかなって、4番さんに関しては思いましたね。で、6番さんに関しては、あの位置で、もう7番さんしか残ってない時点で、8番さんをは叩いてた。6番さんが狼で、8番さんを投げることで白くなろうとしてる狼の可能性もあるし、占い位置に入っている6番さん強人の可能性も全然あると思ってますね。 5, が進路だった場合はですけどね、はい、2番さんは割と白いと思ったけどなうんなんか2番さん8番さん別に用意してたら誰でも言えるくねっていうのはなんかうんなんか素直な意見だなって思ったって感じですかねまあ4六のどっちかでいいんじゃないですかって思ってますけどはいまあ3番さんが決めればいいと思ってます以上です。1番のプレイヤーは発言してください。 えっと、急に白弾きして4から7純符度追切りで100%勝ちかなって今のところ自分の心の中で思っているかな。8番に関しては9ランってほしいかなと思っている。 はい、うなん、すか知らないけど、えてんのかちょっと消せないんだけど、えっと、9番っていうのは、興味はないと思っていて、ね、9番教師になった場合、8にす,りすりるより必要がない。うん、9番に、9番は村か狼だと思っていて、9番の2村よす取り方良かったかなと思ってから、で、2番に関してはあんまクロスは言ってないから、4番と6番がめちゃちゃおかしいこと言っていて、4番のその9枚対象性でと、3、8あるんじゃないかって言っるけど、3番が言っていたのっていうのは、いや僕、2、9にし番、3、3、3を置いて、詰めてほしいって言おし,してたからな。そういう村じゃなくて良かったよねって発言だから、4番の3と 6番って人の発言聞いてないなと思っていて、俺が言ったのっていうのは、9番主観視点鳴らしたときに、8番の新要素の取り方は、俺は思わなかったけど、9番が要素を拾おうとしている一点のみを評価するんだったら、9番は印象いいって言って、別に一言も白いなんて一言も言ってないし、6番は1番に関しては、その推査はおかしいんじゃないって、主観の押し付けでしかないかなと思ってるか、6番に関しては。6番って客観視点で話しないし、謎に俺に強靭塗りしている6番強靭で、57振動4番おかみかなと思ってるから。はい で、5番は4番の指摘はまっとっていたから、45ロール六6番強じ7シかなと思ってた。えっ、ー、と、レイロラでいいと思ってよ、俺は。57釣り切ってから8が9らになったら、ほぼ終わりかなと思ってた。はい。そんくらいかな。レイロラページ以上です。えー、5番いきます。えっ、ー、と、これはまあ、なんか役職の進行に任せるとき、け俺、レイロ一1、2番目、レイロラめちゃくちゃ強いと思っている。レイロラシロアップが最強だと思ってたからね。はい。以上です。5番いきます。2>, 2番のプレイヤーは,は、発言してください。 どうも。レーロラテー定数。レーロラスすか。レーロラ、まあ1番さん、巨人疑われるのまあだって役出てって言う前からもうすぐラって、一人だけ撃ってるのも、巨人っぽさはあるけどね、って感じで。まあ、グレーで落としたいんだったら6番さんかな。あの6番さん、<laughs> なんか、いやまあ、それはもう8番さんが言ったことはすべてけど、8に、8から、その <laughs>、8に対してアピールしてるようにしか聞こえなかったんでね。 そんななんか、なんでそんな偏った意見になってるんだろうなと思ったんだよって感じですね。はい。なので6番さんでいいと思います。巨人かもしれんし、巨人ムーブしてる狼かもしれんし、って感じで。はい。57審議についてはまだわかってません。はい。いやー、そんぐらいしか言うことないな。まあ8番さんが29どっちか占いたいんだったら、俺じゃなくて9番さん占って、俺占っても無駄なんで、はい。そんぐらいですね。 4番に関しては、4番なんか言ってたかな ?38 で繋がってる。なんか3番さんが、まあ結局仮いだったけど、3番がなきゃ8のことを、そのそういう、えー、っと、対抗出てほしいっていう意見で、偽、えー、に見る人がいなくてよかったって言ったから38で繋がってるのかって言ったけど、なんかそこは雑だなと思ったんだよね。他もふわふわしてるし、結局出た意見って38さんの意見で繋がってるのかっていう意見と、 え、誰か言ったけど、えっ、ー、と、9番さんか、9番さん自身が反論したけど、9が8にするよったっていうのは、8してん、8信点してんじゃないのっていう意見。結局なんか俺も村のみ,みんなの同じで、46、どっちかだと思う。46っつうか、落とすなら絶対6だと思うんだけど吸、ね、釣っておくなら6だと思う。あれは多分村じゃ出ないんじゃないかな、な意見は。ただひたすらに目立とうとしてると思うんだから、落としていいと思います。はい。はい、そのぐらいの言い方ね。3番。 のプレイヤーは発言してくださいまあ、1番さんは0ロ出したいって言ってたけど、8番さんは普通に46のどっちかから詰めたいっていう風に言ってたんで、0ロ出せずに、まあ46のどっちかから詰めます。まあ2周目の発言も聞くけど、俺は現状4番から行きたいかなって思った。4番さんって、その、俺が8番さんの偽要素を上げづらくして、 みたいなこと言ってて、3 8郎あるかもしれないみたいなこと言ってたけど、俺が言ったのって、その八番さんが、その、対抗出きてほしいっていう発言に関して、そこで人外、人外だから、その、新占い師が出てくることを知ってるから、そういった発言してるんじゃないかっていう、不当な殴りをしてほし、不当な殴りをした人を、あの、怪しく見るってことで、それをする人がいないっていうところ、 から拾っっててるるだだだけだから別に他のの要素でね八番さんんこととを偽として見るんだったら別にそれははいいとは思ってるただ、四番さんって、俺の発言が全部、その八番さんの、なんていうの、その、心っぽく見せるために発言してるみたいな感じで言ってたから、それはすごい不当な殴りだなっていうふうに思ってて、現状四六で言うんだと、俺は四番さんの方が怪しいかなっていうふうには思ってるから、四番に行きたいかなと思った。現状はね。うん、でね、俺七番さんって、 あの、まあ、みんな新郎新郎って言ってるけど、7番さんって太鼓の5番さんに関して色味ではわかるみたいなぐらいで、太鼓の感じで、太鼓のことほとんど触れてないんだよね。俺、その感じで見てて、7番さんって新境一なのかなってちょっと思ってるんだけど、違うかな外れてるかなって思ってるんだよね。で、57が新境だった場合、 6番さんってすごい不当な精査1周目にしてたけど57が信教の場合は6番さんって白なのかなって思ってる6番さんがオカで8番さんにあんな喧嘩売るような行動するかなっていうふうに思ってるから真の、まあ、だった場合巨人はあるかもしれないけど4番信教の人間は発言してください,ーださいうーんと <laughs> 進行余いだと思ってるけど絶対57ローラー1の言ってることは全うで2は1の巨人を追ってるけど1の巨人なんて絶対にない。 1>, 1が強陣だったらずっとグレーを押して、57残らせれば1が強陣だったらもう PP にできるんだから。で1が57を押してる時点で1の強陣なんてないから2は何言ってんだろうなと思ってるかな。で、うーんと、絶対57から行くべきなんだけど。で、ただ1で行ってるのは、白圧迫が成立しないから、8には怪しいところを占った方がいいと思ってる。57行くんだったらね。 57を8も進路で追ってるんだったら、絶対57ローラーして8は怪しいところを占うべき。俺が怪しいなら俺占いはいいけど、俺は白しか出ないから、2が今のところ一番1を強靭で置く視点は絶対におかしいと思ってる。うん、で1を強靭で置くんだったら、絶対に57が進路なんだから、57をローラーするべき。グレーから行くっていうのはおかしい。だから2が一番おかしなことを言ってると俺は思ってる。うーんと2ロー、6、強靭、57、進路じゃないのかなと思ってる。はい。 で、7が強靭だった場合は、1、2番目だったら、もう5を釣り押さないとグレー詰めになったら7、ほぼ勝ち目ないから、ね。で、あそこで例の使用する強靭はいないし、7は進路1。こも進路1だと思ってるよ。絶対に5、7から行くべきですけど。で、5、7から行って、まあ、4、5とかで追,追われるんだったら、8は俺、売らない,でい,いじゃんで。俺が白しか出ないけど、俺が怪しいなら俺、売らないよって感じです。はい。 四から冷たいかなぁ。二だと思うよ。四は絶対的に人外だよこれ。一の狂人なんて百パーないです。自分を占えばいいわ。出ないでしょう。はい、今日は五七から二週目の発言聞いてどちらかいいい。誰しもが占われたくないんだから。番のプレイヤーは発言してください。そうですね。七番さんはもうほぼほぼローかなと思っております。三番さんは狂人もありえるかなって言ってたけど狂人はないでしょうって思いましたけどね。まあ三番さんカールだからいいですけど。 4番さんの発言良かったのは、1番さんの今日は確かにないよね。だって5七から、一番ん目線強靭だったら、5七から行こうなんて絶対発言出ないしね。だから4番さんの今の発言良かったかなと思います。でも1番さんが4号で見てるんだったら別に4番さんからでもいいです。4番さんでもいいです。だから2番さんは確かにねさっきの1番さんの強靭目があるって言ってて、僕占わないでくれっていう発言はいらなかったかなっていうところですね。白しか出ないし、9番さん に占ってくれっていうなんか九番さんへの占い誘導はちょっといらなかったかなって、臭、うん、かったなっていうふうには思いましたかね。僕はねうん。だってグレーだったら2か4ですね。7番さんがどこするかでいいんじゃないでしょうか。7番さんがローだと思ってるから、7番さんが2位来てって言ったら4行くし、7番さんが4位来てって言ったら2位行こうかなと思います。はい、かな。 強信ちは正直わかんない。七から四目たら二、まあ。六 <2? S 2> 番さんの強信ちはって一番あるかなと思いますけど、ね。何言ってんねん。七番さんしか残ってないところで八番さんにあんな叩く必要性もないしねってところで。で二番さんは二番さんは占いだいくれって言ってるから多分強信はない合ってろうかなと思います。ってのとこですね。はい。うん。で七番さんの釣り位置で決めようかなと思いますかね。はい。二から四から行きたいです。はい。以上。六番。 のプレイヤーは発言してください。さいはい、霊能でいくなら7、グレーでいくなら4っていうとこですかね。5番さんのローメって限りなくないと思っていて、1CO 目だよ、霊能の。その後、心新能とか、強人が出てきて 3CO になったときって、かなり辛い場面だから、5のローメってないでしょ。なんでだからローメがあるとすると7。7っていうのは、そうだったら空気読んで8年の体がたくさん出るでしょ7からだった場合って、占い出るでしょ。 だから、霊能で出てきたっていうのは、真、老でしかないと思ってる。で、5番さんの今の発言からも、結構、新名が高いと思ってるから、7が老だと、俺はほぼほぼ断定してる。で、そうなってきたときに、うーん、まあ、だから、真、強だった場合、5、7が真、強だった場合って、4がローラーを押してる4しる、4、5、6、強とかじゃない。4は怪しくなるんでけど、それが4、5、6、強だった場合っていうのは、真、強だった場合っていうのは、4番さん結構白くなるんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。 一番んへの指摘もよかったガチで4から7すれば勝てそう。1> 1番はレイローラーから行ってるから、共鳴はない。ただ、5番から行くっていうところで20、20%ぐらい共鳴はまだ俺残してるよ。5番からじゃなくて7からでしょ、盤面的に考えたら。っていうところが、一番さんはローラーから行けるっていうことをアピールしてる強靭の線は20%ぐらいは俺は追ってますね。で、5、7が新教だった場合は、4番さんっていうのは、 結構怪しい位置になるけど、俺は新郎で見てるから、今日は7から行って、4番さんについては今日は手をかけない。7から行きます。七番。変態5、7どっちかなってください。あ、5番さん、私の釣り位置知れないですかえ ?5 番さんです。5番さんしかないです。<laughs> なんか私、<laughs> ローメンって追われてるから、ね、じゃあ普通に5番さん行きますって感じなんですけど。えっとですね、まあとりあえず、変態5ぐらい。 ご苦労でたらまあいいんじゃんあ。そうそう、9番さんね、えっ、ー、と心の内って言ってて、<laughs> 5番さんのことを精査入れなかったから、ちょっと怪しいなって思ったんですけども、でも4番さんへの指摘が良かったんですよ。まあ、4番さん2週目はすごい白かったんですけど、<ー>4番さんの1週目の発言って、9番さんが指摘した通り、今8進が確定したから、4番さんの1週目の発言って、 えっと、えっと、9が8にすり寄ってるんかなって発言って、8があの真に見える、イコール4番さんが人狼なんかなっていうのがあったから、それを9番さんが指摘したのは良かったんですけど、なぜか私だけ真狼一って言って、5番さんのことを精査しなかったのがちょっと疑問ってあったから、8番さんが9占うのはとてもいいと思う。いや、いいよ、僕も9占いはいいと思う。4番さんは1周目で怪しかったけど、2周目の発言は普通に白かったから、2番さんへのしときも。 えっと、1番さんが普通に57詰めるって言ってたから、だから2番さんがなんで1番さん強人って言ってるのか全くわかんなかったから、そこの指,定、はい、指摘はいいんだよね。うん。普通に、だからちょっとわかんねえな。うん。だからわかんないからこそ5番さん行きたいんだよね。はい。私点は。 なんか5番さんが、なんか私の票みたいって言ってるんで、あ、別になんか私が人狼で、なんか LINE 見せたくないからって言うけど、もしこれで、えっと、狼つらえたら私狼でね、相方つられたらほぼ罪ですけどね、って言っときますわ。私は5番さんにしかいれない。私は死んだから5番さんにしかいない。投票を始めてください。うーん、ま、あ4か6釣るわ。相変わらずよくわからなかったからな。まあ、4かな。<laughs> ありえん。オラじゃないべ。占われたい理由がわからんわ。<noise> うん八三九四七の欄。四七の欄。四番。四五六七に出てるよ。まず四五六人外じゃないの。実現してください。あの。<laughs> <laughs> マジか。確定役職二人が俺入れてんの。マジかと思ってるけどな。いや、絶対、霊能、進路だったら霊能から行かないでどうすんのと思っちゃうんだけどな。絶対霊能から行くべきなんだけど。いや、で、9占いは一番ないと思うけどな。2を占ってほしいよ。2で黒が出ると俺は思ってるんだけどな。だから、その9占いが臭かったから俺は7に。 入れたか九7目線9は黒くないんでしょ ?9 が黒いなら9占い分かるけど7が5ローと置いてるんだったら9占いってなくないと思ってなんか相方を占わせたくないのかなとちょっと思ってしまったんでまあでも8がもう入れるならじゃあ俺釣ればって感じだけどいや絶対ローだと思うんだけど。 か俺とってじゃあ7号の精査はどうするの<直> ?8 は7号占うわけじゃないんでしょだったら7号精査つかなくねと思ってしまうんだが正直さまあ変わらずですね俺の意見は 5, は5か7かだったら7信名じゃね ?7 が9を占いって言ったところから27号の6強靭かなと思ってるあでも6って あ、6が7入れてるんだ。じゃあ、共鳴ないわ。ごめん。な6の共鳴消えた。グレーに入れてる人が今日だから。2か。2かな。誰が入れてんの ?9 はどっち入れてんの ?9 か。あ、9、9。9あになっちゃダメだ。あ、6占いでいいんじゃないのじゃあ。はい、7番のプレイヤーは発言してください。まあ、こうなったら、うん。 どうなんだろうね。4、5、6が人外表にしか見えないんですけど、私視点って感じなんですけど。まあ、あの真の役職が2人とも4番さんに入れてるんで、表を割らないために4番さんに入れてください。標、うん、人が、4番さんもそれ指摘したらいいんじゃなかったんかな。もし標人が捨て票して、これで釣りなしになったらやばいけど、それ指摘しないできない4番さんってどうなんかなって私は思いましたけどね。 もう鳴らしんだと思うよ、うん、僕。マジで、うん、や実利、ああまあでも実利のも発言してたから、いいんかな。それは不当な殴りだったかもしれん。まあ私、釣られた場合でも、まあ <laughs> 5番さん釣り切ってくれって言うけど、けど一番最悪は、あの、これで釣りなしが一番最悪だから、はい。まあ、4番さんに入れてください。投票を始めてください。<laughs> ありえ、これじゃないべ。4は釣っとかないと。 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言してくださいはいうーんと占い位置はあでもえ2は7にいってんのどっちなんだわかんねえなうーんと どうしようなぁどこだろう六か。四人外給付は給付は,は興味があるからいやならない,しいっていうぐらいかな白でも強靭でしょ,でしょやっぱり。 違う間違えてんのかな 2>, ?2 か6だな。うんとね。まあいいや、ほんとにね、わかんねえんだけど、絶対57を行くべきなんだけどな。いや、わかるよ、57行きたい気持ちも57から行ってよと思うんだけどな。75を釣り切ってからでよくね。 でも僕57だったら5が水ると思うもん,んだったら8が俺占って俺白出るからそしたら俺の強目ってほぼないでしょ57をしてるんだから俺がそんなことないよだからこそ強かったと思うんだけどな普通に57押しても強靭命ないってないけどね別にだって57押して占われて白だったら別にいんだから、はい、57もこれローラーできないからねローラーできないから決め打ちだけど まあ2が黒だったら27かなで2がライン切りなんじゃないのこれはと思ってるから夜が来ました目を閉じてください九占いますわ占い師はこの白は本当の白だと思う教授はないと思う6だからもう村マーク <laughs> 昨夜は誰も死にませんでした9番 のプレイヤーは4黒。7が死んだと思うわ。あ4がパンダ結果か。<laughs> えーっと、7番さんが4黒。4白。<laughs> わあどういう進行がいいんだろうな。いや、てかもう昨日はカリーロ出てる場面だから、もう絶対グレー詰めなんですよ。カリーロが出てしまった以上は。しかも八番さんもグレー行くって言ってたんだからさ。 やっぱ4番さんの初衆の発言、8のすり寄りに見えたっていうのがめちゃくちゃもう視点付けしてる人狼に見えたんで、安定進行な釣りだね。あったんですけど、7、進なのかな、やっぱり。5番さんで引っかかったのは、対抗オオカミに見てるんだったら絶対7番さん釣りじゃないのって思ったんだよね。4黒結果から4号ローロー、4号ローローあるのか。あるよ。4号ローロー、6強めっちゃあると思うわ。4号ローローあるな。 えっと4五六が7番さん入れてるでしょまあ8番さんがまあ最終一なんでまあ任せますけど、うん、例の行くんだったら5番さんにいっちゃいそうだけどなうん安定進行7つり弱いと思うわ4黒もしっくりくるしねって感じですかね今のとこワンチャイン4番さんと6番さんが めっちゃその例の行きたい例の行きたいって言ってたから57で新居で4六ーもあるのかなって思っちゃったけどね昨日は。って感じですかねはい。番のプレイヤーは発言してください。 5番でほぼ終わりかなと思っているかな、えーと、昨日も提唱したが、俺は4五ロ々6番強陣だと思っているかな、うん、5番って2週目の発言も違和感でしかなくて、俺が4五オカミ見たから、5番さ4番さんっつってもいいよって、なんで隠しの俺だけの視点を借りて4番をつろうとする行為が、4五ロ々のライン気にしか聞こえないし、5番っていうのは4番の意見がマッとうって言っときながら、釣り位置を4、2でぶらしたところ、え5視点って4の意見がマッとうだったら、釣り位置絶対2だと思うけどね。 あと4番の遺言,言で、えっ、ー、と、お菓子、まあ、4番ほぼ、ってか人道だと思ってるんだけど、4番っていうのは、あのー、なんだっけだな、で7番狼じくりしか考察しないのかなと思っていて、え、5番狼りはどうしたんですか霊能振動で5番狼も十分あるけどね、6番さん。六番さん、霊能振動で7番、5番が狼出てくるメリットはないって言ってるけど、あんたそれ、盤面のみのコスじゃん、盤面のみ。発言聞いてましたから、6番さん。はい。 えっと、7か4黒結果打つのってないと思っていて7番は4番のことを7の視点から4の白よさ分かんなかったが7番は4番を最初と言っていたのに7番が4黒結果打つメリットがないからほぼ5で終わりだと思ってます。はい 2番に関しては若干競争が上がったが、それよりも6番に関しての1周目の俺の強靭塗りが激しいかなと思った。えー、と俺はせこれは1周目の視点を借りるけど、えー、と俺は9番の主観視点に立ったときの8番さんの要素の捉え方は9番さんの印象いいって言って、2番さんは俺に関して、それに関して1番さんの,その客観,主観視点で視点を取るのはいいんだよって発言で、6番さん目線って俺の発言がおかしいのであれば、2番さん視点で俺の発言がいいって言った指摘の2番さんは普通なきゃなくないかっていうのは6番に 言い,たいけどねこれはごめんね、昨日いなかったんだけど、はいほぼごで終わりだと思ってます。はい以上です。5番1本ずりしてします 2>, 2番。ありすぎてくる。<laughs> ごっつりめっちゃあり。<laughs> なんでそんな強気。なんか、5番すか。ごめんなさい。超安定進行で7行きたい,いんだけど、ダメなんかな。まあいいや。うん。9しろはい。まあ、9しろだったらね。 例の方が新居なら、確かに4、46ペアで。いや、て、うん、か、俺は、あの、昨日の投票をちょっと弁明すると、俺がなぜ一人だけ6に入れたかっていうと、46比べたら、6の一周目がおかしかったから、絶対に6を釣りたくて、で、47ランになっちゃったから、47ランだったら、まあ、あの、7釣った後に5釣ってって安定取れる7行こうって言って、ひたすら今、参されて、困惑されてましたけれども、はい。まあ、別に、んー。え、なんか、ひたすら56ローにしか見えなかったんやけど、なんか、 5、6がずっとなんか7に入れてるし、そんなかなと思ったんだけどね。うん。ちなみに4場所にあ死んだ人に、まあ、返しちゃいますけど、1番さんの巨人追ったわけじゃない。あのね、1番さんが巨人なんで俺巨人追われてんだよって言ったから、あの、別に、あの八幡さんの発言が始まる前からスって言ったから、いや、すムらそれスリミあんのって、そういうとこだぞって言っただけですね。はい。追ってないんです。すいません。え、安定。 7じゃ駄目なの俺、4-5-6って9-1そんな見てるけど、見えんのかなぁ5 6ーだと思ったんだけど、5 6ーだったら強靭位置にどこだよって言われたら9-1番差になっちゃうんだけど5 6ー？それ 7- シじゃんこれはあれですか、最近の入りだと5いくのが強い進行なんですか5 6ーだと 7- シになるから 4- クロじゃないよ、うん、5-7発言 コウナの発言。まあ、確かにね、五マさんは七のこと狼だって言うんだったらね、七から釣るべきなんだよな。そこは普通にキュバさんの指摘通りだと思ってよ。うーん、でもなんかこれは本当になんか間違えて言ってそう。こね、まあ、三八の意見聞こう。視点がバグってるなんか、これは、発言してください。ま、ぶっちゃけた言う。 話をすると、俺も一番さんとほとんど視点が一緒で、俺も4号、狼6強人かなっては思ってる。うん、まあ、今日は判、ね、定で7番さん行ってもいいけどね、全然。まあ、そこら辺は8番さんに任せるよ。うん、まあ、俺は一応7番さんに行くっていうふうに言っておくまあ。まあ、昨日は7番さん新境かなっていうふうに言ってたけど、まあ、ここで黒出すっていうことは、まあ、村一分かっ 7番がオカミだった場合って、俺、相方9番かなっていうふうに思ってたけど、この時点でもう9白だから、それもないし、7番がオカミ軸ってなった場合、7人も67も俺、あんまり見えないんだよね。唯一7番さんが昨日9番さんにベタベタ触れてたところから、ライン切ってるのかなっていうふうに思ったけど、ただ9番さん白だからね。 うん、ほぼうほぼ、俺も4号狼6狂人かなって思ってるんだけど、うん、まあ仮に5番が真だった場合でも、4番って俺狂人だと思ってるしな、と。5番真だった場合、7ーの、まあローで1番あるとしたら67狼かな。67狼で1周目に6番が8番のことをあんだけ殴ってて、で7番が霊能で出て、 占い視覚したから、6番って8番のこと殴ってたから、あっても強人かなっていうふうに見せるための6、7はあるかもしれない唯一あるとしたらね。うん。ただ、俺は4、5、狼、オ6が1番の本線かなとは思ってます。まあ、安定で7位いきたいかなと思っておいて、まあ、そこら辺は8番さんにお任せします。以上です。安定進行いきます別にいいよ。発言してください ちょっと大事なので延長しますね。4番さんがほぼほぼ強人じゃないとは思ってるんで、僕はね。昨日う、僕が7番さんって言ってたら、4番さん7番さん入れてるからね。で、9番さんに返すけど、9番さんは僕、7番さんに入れてるからね。7番さんはどこもグレーだったら発言しなかったから、どこ釣りたいっていうのもね。ま確かに9番さんにはベタベタ触れてたけど、9番さんはないかなと思ったけどね。1番さんにも言うけど、1番さんが思考ロックで4・5って言ってるから、じゃあ4番さんでもいいよって発言を残しただけですね。 7番さんは僕に入れたいって言うからじゃあ僕も7番さん入れますってことで7番さん入れました。はい、で僕釣るのはいいだ 2>, 2番が指揮払いで絶対に。僕釣っても終わんないから明日どうやって精査するの ?8 番さん噛まれて。8番さん噛まれてどうやって精査するんですかっていうことだけ言うときですね、はいで。7番さん釣って明日僕釣ってください。あ、でもだいたい9番さん、1番さんに教授いると思うからそれでもダメなんだよな。 相方で言ったら僕はね、うんどうだろうな、3番さんが6番さんって言ってたけど、っ2番さんの方が怪しく見えんだけどな、僕はね、今日だって5656って言ってて、7番さんのこと言ってないしね、で、7番さんから行きたいけどって言いながらも5656って追って,るす追ってるところもあるし、6番さんだったら露骨にライ、うん、なんか切りすぎかな、い7つ目してもいい6番さんにもあんなことしないかな、荷が怖いやね。 本戦は僕は6、7、7、7、7、2、6、ロで、9か1に強陣かなと思ってます。うーん、かなだから7番さん行って、明日僕行ってください。村の人は。行くならね。4番さんって、強陣のとはほぼほぼないと思うんで、でも僕行って、明日行かれたら負けちゃうんだよな。え、もう、人外ですよ。大丈夫か。まだ僕行ったって、8番さん噛まれて、7, ててて7番3行って僕噛まれても、まだ生き残って、 手はないよしてくだ,さいだって7つって5だめじゃん。投票について言うと5番さんの言ってることが正しい。5番さんって1回目も2回目もちゃんと7に入れてるから、急に2番さんの言ってることの方が不当なんだよね。うーん。だから俺目線っていうのは、1番さんの言うように4、号っていうのはある。ただ盤面的に5があろうって結構難しくないかっていうふうに思うんだよね。 占いも1人しか出てない、例のもまだ出てない状態で、ローが0で 3CO になるかもしれないのに出てきますかっていうところ、発言から、あと7が4に黒出してるところから、74っていうのはないから、まあ54、もしくは72、その2択なんだよね。ただね、9番さんがそういう捏造をしているということを考えると、9の強人も追っていかないといけないかなと思って、1番さんの強人はないかなと思ってるんだよね。 だから9が狂人の時、2 7ロー,ローだったら5つって負けなんだよね。うん、そこだけが怖いかな。7番さんは1日目の発言で結構ね、パッションは感じたんだよ。もう31はどこか教えてあげましょうかみたいな。5番さんですみたいな。うん。パッションは感じたんだけど、9番さん2番さんのその熱造は何なのかなっていうのは気になるんだよね、やっぱね。 7がローダとすると、俺の思考的には一番合う。あの盤面でローが最終的に占いじゃなくて、0で出てきた。で、その相方が2番っていうのは、一番つじつまが合うんでね。2番単体の黒精査っていうのはないけど、盤面的な精査をすると、それはあると思っていて、急番2、んの熱を考えると、2人とも人海っていうふうに考えると、急強陣の2、7、ローロもあるから、すごい迷ってんだよね。旧、ロー7。安定思考で今日7行くとか言ってもさ。 結局5に行くんだったら初日、例のからの方が俺はいいと思ってたんだけど7番のプレイヤーは発言してください皆さんよく聞いてくださいね。まず8番さんが死んで9と1が白です。9と1が白です。で、初日の投票を見てください。7番に投票してるのが456。456です。で、2回目の投票してるのが256です。えっ、ー、と、私オオカミだった場合って相方誰ですかって話になるんですけど。<laughs> はい 確かに <laughs> もう。つか私の4黒の時点でほぼ神経なんですけどね。私が黒だった場合って、8番さんが黒を見つけた場合って、積みますけど、普通に。もし私が、えー、と7黒で、五、えーえー、番つかえっ、ー、と4白の場合、普通に破綻するじゃないですか。はい、その、うん、<laughs> 私が狼ですんのって感じなんですけどね。 投票で見たら、私、オオカミで置いた場合って、相方どこにってなるんですけど、うん、1>, 1級が白で、占い結果確定してる占いさんの。で、1回目の456で私に入れられて、で2回でも、えー、256、うん。相方いないんですけどね、私って。普通に5つってほしいな。つか、私ってもう価値格なんですけどね、確定してくれたら。うん、私って5番さんでつって終わんなかったら5番さんが狂人。 で、残り3釣りだから、うん、5番3で強人落ちてるから、1級が絶対村なんですよ。うん、だから、私視点、安全に2と6、順不動で釣れ,切れば勝ち。で、5番3がオオカメだったら、そもそも5番3で終わり。2、6、えー、っと、9、1、2、6に強人がいようが、私視点4番が落ちてるんで、5番釣って5番オカメだったら、そのまま村しゅうん。5番3、強人だったら、普通に1級が村だから、PP なく2、6、順不動で釣り切り。 普通に5番さん私新規目打って5番さんつっ,って普通に5番で終わらんかったら5強の26を出してほしいまあ今日私は5番さんに出ます8番のプレイヤーは発言してください9番さん白だった僕もえっと1番さんの2周目の発言もあったけど4から7釣り切れば勝てそうだなって正直思っちゃったかなでえっと456強もしくは 5、6、ロー、4強かなっていう風に思ってて、昨日の段階で。だから4、7のランになった時に、僕は7番さんが死んだと思っていたから、4番さんにそのまんまぶち込みました。5番さんは、7が入れたところの逆の方向に入れるっていう風な発言の仕方と、仕方がちょっと人外面に見えたし、4番さんっていうのは、占いを吸おうとしてる発言が多すぎたかなって思っていて、4番さん強陣の可能性があるから、占われたくない位置に、に、自分を持ってこうとしたのかなっていうのもあったかな。1個怖いのは、2番さんが5、6のローを追ったところね。 7番さん56のローロっていう場合は、7番さんが真になるから、4番さん黒なんだよね。その場合って、56ロって絶対的にないから、2番さんそこはちょっと視点おかしいなと思ったけど、村でやってそう。2番は。で、6番は9への強人塗りがめっちゃ強人っぽいから、6、うん、27ロのページで9強の時のみなんだけど、うーん、どうしようかな、がすげえ強人に見えるから、ガチの45ロー6強かなって思っちゃってるかな。 えーっとやばいのがやばいのが6七6 2今日これのみかなやばいのはでも6番さんっていうのは4五六番さんの投票が七番さんにぶち込まれているしまあ相方としてね番さんさわしくないのかなって思うから5番さんかな5番さんって今日一最後の発言で出現しちゃっていて4番3詰めます7番3詰めますその後5番詰めてもいいからさは真だったら出ないかなと思っている4が強人じゃないと思っているんだったら 7番さん詰めて5つめになったら PP 盤面になるからえー、っと5番さん視点は破綻しちゃってるかなって思った5番さんに僕は入れるけど57なんでいいよ決戦だったら僕が入れてる方に入れて以上投票を始めてくださいやオじゃないべえ怖えわ大丈夫だと思うけどあれおおよかった はあ。ゲーム終了。マジ。マジか。<laughs> 占っちゃった。<laughs> 旧狂人。あぶねー。いや、旧村だと思った。 いやーすまない危ないい危かった <laughs> いやーマジ6番めっちゃ強人だと思った <laughs> 6番めっちゃ強人だと思った2位占めるべきだったかうわーでもさ2番さんってちょっと巨人あるかなと思ったもんな いや、4か6だと思ったよね。あの盤面、強人はね。というわけで今回は4566、に、9強僕のこの9占いはやばかった。マジでやばかった。えっ、ー、と、これって、んーと、なんだえー、4つ目して、で、その後57安定投票つって7つった場合って、えー、5を詰めるか、一番人外っぽい6を詰めるかっていう精査になってた場合って、6つ目からの9強人仕様はやばかったから、 これはマジで決め打ててよかったね。7つってたらもしかしたら変わってたかもしんない。ね。でも5番さんはあまあ、ちょっとかなり黒くなっちゃったからね。2日目ね。まあこれはよかったね。5番さんを連れて。以上よかったらチャンネル登録よ価ぜひ。お願いします。ありがとうございました。じじ。